こんにちは、猫塚です。今日はうちの海水水槽の苔対策に高性の活性炭のブラックホールとエーハイムのリン酸除去剤を導入しましたってことと、リフジウムの現代の様子をお送りします。ご存知のあれ、ご覧の通りブラックホールとエーハイムのリン酸除去剤を、うちの海水施設は結構苔がひどいのでそれを導入しました。その2つの化学ろ過剤はこの海藻のリフジウムのすぐ上の流入口のところにドライろ過槽を設けてそこに設置してあります。その下にあるのが見づらいですね。この下にあるこの下の部分がですね、エーハイムのリン酸除去剤で、この上にあるのがブラックホールになります。でその上はウールマットですね。これでかなりのリン酸とか亜硝酸の硝酸塩濃度が低下が望めると思うんですけど、今はまだ様子見ですね。でもブラックホールなんかは普通の活性炭と違って2ヶ月くらい持つのが結構経済的だと思います。海藻リフジウムはこんな感じで結構茂ってます。照明は24時間つけっぱなしですね。やっぱり海藻リフジウムの海藻が海ぶどうが茂るにつれて壁面の茶の毛だけはかなり色づらくなってます。それでこれがアサリリフジウムだったものです。アサリはまだ何匹か生きてますけど、だいぶ落ちてしまいましたね。完全に富士坪リウムになってます。富士坪や海藻のためにイーロカの一番小さいやつをセッティングしました。形相もだんだんできてきてるみたいで、コツメムシとかツコツコしはいるんですよね。センチの仲間とか見づらいとは思いますけど、夜になると結構コペポーダが結構発生してますね。こっちはですが、ヌメルトサコは完全に溶けて死んでしまいました。やっぱり一度調子崩すと結構サンゴって難しいですよね。チヂミトサカもこんな感じですし、カワラサトサカも結構茂ってたんですけどね、一度調子崩すとまだ調子取り戻せないです。ホルトコーラルは親株の方が溶けちゃったんですけど、子株はかなり元気ですね。今根元に少し小さい枝を出し始めてます。これはもともと海辺ではピンクだったヨロイソギンチャクですね。緑イソギンチャクかな。餌出してもすぐエビに取られちゃうんですよね、このエビたちに。
あとは苔対策にカエル魚たちを3匹導入しました。これはチャームでカエル魚ミックスとか言われて売ってる種不明のカエル魚です。あとはロウソクギンポが1匹ともう1匹種不明のカエル魚がいます。たまに縄張り争いで追っかけっこしてますけど、黒潮の影響のある磯をイメージして岩場を組んでますんで、隠れがいっぱいありますから、うまくは逃げてるみたいですね。今のところうまく共存してくれればいいんですけど、苔も早く減ってもらいたいものですね。あとはなぜかキアリムシが異常に増えています。あ、これがロウソクギンポですね。なんかキラキラのなんか、点々があって結構綺麗です。まだちっちゃいですね。結構うちの水槽ではなぜかいっぱいなんかキアリムシが増えてますね。こんな風に小さいキアリムシがポチ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 いっぱい。ゴカイたちが結構定期的に卵を産むので、キアリムシもゴカイの仲間なんで多分一緒に産んでるんでしょう。それでは今回はここでおしまいです。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければ登録よろしくお願いします。それではまた。